はい、こんにちは、バサタカヨです。本日はですね、このゴールデンウィークに向けて、皆さんにぜひ試していただきたいことをご提案します。それは断食です。で、断食というとね、なんとなくこう完全断食のイメージがあるかもしれないんですけれども、私がおすすめしたいのはいわゆる、半断食とかプチ断食と言われるものをぜひおすすめしたいと思います。で、5月の5日の立夏に向けて、今は土用の時期ということで、季節の変わり目で、こうエネルギーの入れ替わりの時に人間っていうのは、体の体調崩しやすいっていう時期でもあるんですね。ですのでいつも小食にして、体調を整えましょうということを私はお伝えしてるんですけれども、ぜひこの今自粛だからこそ皆さんに仕事しながらだとすごく難しいと思うんですけれども、お家にいて、小食にするっていうことは割と取り組みやすいのかなと思ったので、ぜひご提案したいなと思ったんですね。で、1日1食、夕方に、食事をとっていただく。で、それ以外の時間帯には、私がおすすめしているのは、甘酒ちょっと薄めて飲んでいただくとか、あと梅酢と言われるものをお水で薄めていただいて飲むとか、あと梅醤番茶と言われるものですね。梅干しと醤油と生姜と番茶の組み合わせですね。こういったものをとって、血糖値を安定させることによって、1日1食でも、十分体力を持たせることができる。ですので、例えば、肉体労働されている方とかだと難しいと思うんですけれども、家にお家にいて、ゆっくりされている方だったら1日1食でも十分なんですね。で、そのお腹が空いた時にぜひお試しいただきたいのは歩くということです。私が、2泊3日でやっていた、断食合宿では1日10キロとか15キロぐらい歩いていただいて、で、夜に食事をとっていただくんですけれども、大方の方は、その1日1食で十分だったり、その食事も残されるという方がいらっしゃる、そんな状況だったんですね。なのでしっかりこう歩くということで、こう体に食事を取り入れるモードから、運動をして出すモードに切り替わっていくですね。ですので、ぜひ皆さんにも無理なさらない程度で、最初は申し上げたら2食でもいいと思うんですね。多分朝ごはんだけ一度抜いてみるとかっていう風にしていただいて、いつも食べてる量のやっぱり6、7割ぐらいまでには落としてほしいなと思います。もし可能であれば1日1食にしていただいて、間に白砂糖とかではない、甘み、自然な甘みを取っていただくっていうことがいいかなと思います。急性気学で、心と体を食事で整えるということをお伝えしているんですけれども、要はね、自分の運を、本当に持っている運を実際皆さんほとんど使えないっていうのは、運って行動していかないとうまく運んでいかないわけですね。で、その運んでいくために行動するのに疲れていては全然行動できないし、で、いろんな運気が巡ってくる時っていうのは、いろんなアイデアが湧いたりだとか、人との出会いがあった時にすぐこう反応して行動に移す時って、感情が邪魔してもそれはまた行動できないんですね。体がしんどくても、で、こう精神的に落ち着いてない状況でも、どちらでも運を開いていくということは難しいんですね。ですから皆さんにはぜひ、断食、1日1食あるいは2食そしてしっかりと歩くっていう習慣を一度つけてみていただけないかなという提案です。これは、どの星の人もみんな一緒です。これは等しく一緒で、昔江戸時代に
乾燥化って言ってね、まあ、顔を見て、占った方で、水野南北さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方はもう思想が出ていて、もう1年も持たなくて死ぬよって言われていたところ、食を整えることによって見事その思想を消して、自分自身もそれに感銘を受けて、墓守りっていうかね、お墓の、まあ、そういうお仕事をされたりだとか、あとお風呂屋さんとかで、とにかく亡くなった人だったり病気になった人と、まあ、健康な人と、その人相と言われるものをしっかりとこう観察をされて、で食とその運っていうのはすごくこう密接に関係がある。だから彼はよく食を減らすことによって運が開くというふうに言ってたそうなんですね。ですので皆さんにもぜひ小食にすることによって、今のこの難局を乗り切るためにも一度トライしてみていただきたい。せめて2食でも大丈夫です。朝1回抜くだけでも結構ですので、ぜひトライしてみていただければなと思います。では、また断食の詳細につきましては、別の動画の URL を貼らせていただきますし、あと後日、別の動画でも、詳細な内容もお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひこのゴールデンウィークの間にですね、ご自身の、まあ、心と体を整えるということにトライしてみていただければなと思います。最後まで今日もご覧いただきましてありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いいたします。ぜひ皆さん健康で、運を開いていきましょう。ではさようなら。